皆さんこんにちは。ウォークモンによる過去問解放戦略というタイトルで5分ほどお話をさせていただきたいと思います。担当はレック専任コースの友嗣です。どうぞよろしくお願いします。さてえ、今回はですね、5分ほどお時間をいただきまして、この過去問というものについてのお,お話をさせていただきたいと思います。まずですね、1問。 ちょっと利用しながらですね、見ていきたいと思います。えー、こちらですね、法令上の制限というところのですね、建築基準法というところ、それの、えー、用途規制というタイトルのところですね。はい、まあ、今お手元にウォークモン、 あるという方はですね、第3巻法令上の制限というところ法令上の制限税その他というところの問いの34番こちらの方をご覧くださいもしですね持ってない方で過去問があるという方はですねこちら2002年の問いの20問2002年の問いの20ですねはい えー、2002年の問いの20、まあ、そちらを見ていただいても構いませんし、まあ、どちらもないという方は、えー、画面の方を見ていただければそれでいいわけなんですけれどもさあ過去問とどうやって、えーね、向き合っていくのかというお話なんですけれども、まあ、もちろん過去問っていうものは、まあ、問題ですから、まあ、これが解ければ受かりますしこれが解けなければ、えーねまあ、一点を、ねえー、失ってしまうと、えー、いうことになるわけなんで、まあ、結構大事といえば大事です。 じゃあ過去問やりましょうというふうにみんな言います。で過去問を言いましょうっていうふうにやると、例えばまあこれなんかは、ね。えー テキストを見るとですね用途規制のところで例えばここのところでこれが建てられるこれが建てられないっていうような表っていうのは見たことありますかねあれを覚えていればまあ終了といえば終了なんですで、覚えていれば終了で例えばまあこの問題なんかもですね、えー、そのままですよはいえーね、選択肢の1番誤ってるものはどれかっていう問題なんで間違ってるものを1個探すんですけども例えば、えー、選択肢の1番、えー、第一種低層住居専用地域小学校を建築できるが、えー、中学校は建築できる 建築できない。えー、丸カバ使ってた時にあれ、えー、小学校も中学校もこれって確か建築できるよねああじゃあこの選択肢が違うはい誤ってるものは1番だよし OK はい正解は1番よし次いくぞっていうふうにまあね、えー、言ってしまえばそれまでなんですけどもでもそれだと、まあ、知識の確認しかできないっていうところにもなりますしねえー、まあもったいない使い方といえばもったいない使い方なんですね。でまず、 この問題からも結構いろいろ学べますよっていうところでこちら、ね、例えばウォークモンですと、えー、こういう星印がこうついてる問題があるわけですよ。でこの星印がついてる問題は、まあ、正しいか間違ってるかをちゃんと判定できるようになってくださいという問題ですからじゃあもうこれ、えー、1番で、えー、もうこれが1番で違ってんだからもう234見なくていいやじゃあ次っていうふうにまあ 本番の試験だったらやってもいいと思いますけれどもえ練習の段階でそれをやってると、まあ、使い方としてもったいないんですねで使いいい方としてもったいないのでやっぱり他の選択肢もじゃあ、えー、こういう知識確認としてできるのかどうかっていうところを見ていただきたいのはありますしもちろんんそれだけでではないんですどういうことかと言いますとこれもしじゃあド忘れしてしまったらどうしますか っていうお話なんですあの用途規制のですね表をあれちょっとど,どうしよう覚えてないあれえ一種低層どっちだっけさあこういう状況でも先ほども言いました通り点数を取っていかなければいけない。でそうすると やっぱり、まあねえー、試験本番ではこうですよっていう話もあるんですけれどもふ、まあ、普段からそういうやり方っていうものはマスターしておかないと試験会場でいいいききななりってううのはででと思うんですよね。ですから、まあ、もちろんこれ、えー、ちゃんと知識の確認にも使ってほしいですしそれだけで終わりにしないでじゃあうる覚えだったらどうするのそういうところまでしっかり対策をとっておいてほしいんですね。例えば、これ、さあ じゃあ選択肢の1番で見ていきます。一種低層で小学校建築中学校建築的できどどうだっけ丸バツ忘れちゃったなって思ったとしてもこれ実はうろ覚えでも解くことができるんですよね。なんでかっていうとじゃあ細かい丸バツは忘れてしまったとしても大抵の本はこれ小学校中学校一緒に書いてあるんですよ。 ということは、小学校と中学校が同じところに書いてあるってことは、丸ばつは同じになるはずですよね。そう、小学校が丸なところは中学校も丸なんですよ。小学校がバツなところは中学校もバツなんですよね。そういう発想が分かっていれば、小学校と中学校で結論変わるってことがあるかなと。はい、そういう見方もすることができるのわかりますか。そう、そういう見方でこの問題を解いていくというやり方も。 ありますだからそういうやり方も、まあ、知らないで試験会場に行くっていう風になってくるともう度忘れした時にに終わりりってことになりますよねでも度忘れししたとしてもやっぱりその一点は欲しいんですよそうした時にじゃあどうやって対処していくのかっていうその対処法そこもしっかり学んでおかなければいけないですしじゃあもう用途規制のところそのものを飛ばしてしまったと。 ね、えー、ここもうめんどくさいからい覚えなかったんだよな。それでも実は解くことができるんです。それは何かっつったら別の単元でちょっと押さえておいて欲しかったところがあるんです。こちらはこちらも押さえてないとなると結構厳しいんですけども、これはちゃんと押さえてますかね？はい、住居系の用途地域には必ず義務教育施設を作らなければいけないんですよね。 住居系の用途地域では必ず義務教育施設そう今回これ住居系の用途地域ですよねということは必ず義務教育施設義務教育施設って小学校中学校ですよね小中学校を建設しなければいけないわけですからそう中学校が建築できないってなるとその原則守れなくなってしまいますよねそうするとおかしいなっていうことにもなってしまいますよねだから別の分野の知識を使って解いていくということもできるわけですね で今のようにいろんなこととを学ぶことがこがの1問からってでできるんですよでこの1問から学ぶことができるにもかかわらず例えば一番最初のように「これ何かなあー1が違うじゃんはい1はいじゃあ次」っていうふうになってしまうとその学習の機会を失うということにもなりかねないわけなんですね。ですので過去問ってそういう意味ではいろんな使い方ができます。なので 基本的にその問題解くだけってね、えー、まあただ問題解けばいいんでしょうチ、えー、ャチャチャってやればいいんでしょうそれでは結構もったいなくていろんな使い方ができるねでその使い方ってのをしっかり学んでいっていただきたいというふうに思いますそれが最後のその本番での1点2点それにつながっていくこともありえますのでね、えー、ですので、まあ、ちょっと今回は過去問1問を利用してのお話でしたけれどもいろんなものが確認取れるんだっていうところはご理解いただければと思いますそれでは、えー、短い 時間ではございましたが、今回はこの辺にて終了したいと思います。皆さんお疲れ様でした。